かんないけど、なんでな。よし。ジムに向かいます。帰ってきました。こっからすぐにお風呂入って、もう早く寝ます。ずっとそれで行くみたいな。その影響で関わる。あ、さ、ここがさ、伝えたいのってさ、めっちゃ重要やな。伝わるよな。はい、帰ってきました。小田家、ジム行こうや。行こうか。ジムに向かいます。それ違うな、ちょっと。はい、今日もやりました。今日はちょっと寝る前に、僕が今年から愛用しているおすすめのアイテムをちょっとご紹介したいなと思います。それがこちらです。こちらのマットレスです。こちらは以前も紹介したテンシャルさんから出されている睡眠時の体の負担軽減に徹底的にこだわったリカバリーマットレスになっています。この特徴としては、柔らかさとこの硬さの両方を兼ね備えた天然ラテックスという高級素材を使用していて、寝返りのしやすさ、あとは寝姿勢、あとは体圧分散性を叶えるといったものになってます。僕はこう普段会社員をしながら、筋トレをしていて、この睡眠っていうのが、自分の中でもすごい、課題となっているので、今年はこの睡眠環境を整えようということで、そういう思いからこのマットレスを、取り入れることにしてみました。実際に今年入ってから使ってみて、本当にこのちょうどいい硬さっていうのが本当に寝心地が良くて、取り入れてよかったなと思ってます。今このマットレスはすごく、注目されていて、なんかクラウドファンディングを行ったところ、初日で1000万も売り上げたみたいです。以前も紹介したこのテンシャルさんは、こうアスリートの方がすごく在籍されているみたいで、アスリートとしての知見を
生かして、マットレス以外にもこうたくさんのこう商品があるので、もうぜひね一度見ていただけたらなと思います。僕自身こう、フィジーク選手としても、これからもっともっと、まあ、活躍をしていきたいなと思っているので、その体作りっていうのをこうサポートしてくれるアイテムが、まあ、これからもっともっと、出てほしいなっていう思いでもいます。また今回は特別に、また 15% オフの、クーポンを発行してもらいました。概要欄の方に、クーポンコード貼ってますので、もし気になったなと思ってくださった方は概要欄のリンクの方から飛んでいただいて、ぜひ一度商品の詳細を見ていただけたらなと思います。結構細かい説明もその、サイトの方に載ってるので、そこ見ていただいて、いいなと思ってくださった方はぜひ検討していただけたらなと思います。あとは届いてから120日間っていうのは返品保証がついてるので、まあ、一度自分で試してみて、何日か試してみて、そこで判断もできるので、ぜひ一度これを試すっていうのをやっていただけたらなと思います。今年を最高の1年にするために、今年はこの睡眠環境を整えるというところから始めて、会社員としてもこうフィジーク選手としても最高の結果を出せるように、頑張っていきたいなと思いますので、応援の方よろしくお願いします。今日も最高の一日でした。おやすみなさい。最高。Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right. はい、帰ってきました。遅くなりました。お疲れです。ジム行こうや。行きましょう、ジムに。いや今日はね、遅くなりすぎた。頑張ります、こっから。マルトデキストリン 30g 入れます。そしてクレアチンと EAA ですね、これを入れていきます。クレアチンは 5g よいしょ。そして EAA は 10g トレーニング中に取ります。 EAA はもうマイクロのメロン味、これがおすすめです。さあ向かいましょうか。すぐ向かいましょう。もう11時です。Let's go。 はい、ちょっともう体力の限界がとっくに超えてるんですけど、ちょっと5分間だけジムに行ってみようかなと思います。はい、帰ってきました。5分って決めてたんですけど、なんだかんだ20分ぐらいですかね。腕トレ終了しました。短期集中、本当にね行ってよかったなと思います。
いつもこう仕事から帰ってくるのが遅くなるとジムに行こうかな、休もうかなってすごく迷う時があるんですけど、その時はね5分だけ頑張ろうっていう気持ちで、ジムに向かうと意外とこう短期集中でこうパッとね、トレーニングができるので、ジムにとりあえず行くっていうのがね大切なのかなと思います。あとねこう終わった後絶対行ってよかったなという気持ちになるんで、これをねこれからも続けていきたいなと思います。これから生きていく中でたくさんの選択っていう場面があるかなと思うんですけど、その時は苦しい方とまでは言わないんですけど、こう自分が成長するだろうと思う道をね、自分はこれからも選んでいきたいなと思いますので、ぜひ、見てくださってる皆さんも自分自身の、成長に向かって、選択そして突き進んでいっていただけたらなと思います。今週も本当に最後までここまで見てくださりありがとうございました。バイバイ。